フェラーリ F2000 には、スクーデリアフェラーリが2002年の F1 世界選手権三戦用に開発したフォーミュラワンカー。2002年の第3戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは653。2003年シーズンは開幕戦から第4戦まで f 2 0 0 2にバイトが実戦投入された。 2002年アメリカ GP での F2002、ルーベンス・バリチェロがドライブ2001年シーズンにおいて真夏のハンガリー GP でチャンピオンを決定させるという楽なシーズンを過ごしたフェラーリはこのアドバンテージを失わないためにさらに革新的なマシンを生み出した。フロントノーズは F2001 のアリクイのように急激に下がるものから緩やかに下がる形状に変更。また、 2000年にマクラーレンが導入した排熱パーツであるチムニーダクトをさらに発展させエギゾーストパイプと一体型にすることでサイドポンツーン上の空力改善に貢献したギアボックスはチタン製ハウジングにカーボンファイバー製サスペンションハウジングを組み合わせるといった複雑な構造をしていたがこれをチタン製ギアボックスに置き換えたこれは 前年型よりも細く小さくなったもので、リアタイヤ周りのエアロダイナミクスに広い自由度を与えた。2002年オーストリア GP でのチェッカーシーン。バリチェロがシューマイハに1位を譲ったとして、チームオーダー疑惑が浮上した。2002年シーズンは昨年以上にフェラーリ一色なシーズンとなった。ヨーロッパを離れた開幕参戦は、 前年の回収型 F2001 バイトで臨む予定だったが予定を早めて第3戦ブラジル GP から F2002 が投入された。シューマッハはシーズン前線完走、前線表彰台という安定感を見せナイジェル・マンセルの記録を更新する年間11勝を達成。第11戦フランス GP で早々とドライバーズタイトル3連覇を決めた。 その後も終盤戦5戦連続ワンツーフィニッシュを決め、17戦15勝と、フェラーリをゴンキにふさわしい圧勝で終えた。その一方で、第6戦オーストリア GP と、第16戦アメリカ GP では、チェッカー直前に1位と2位の順位が入れ替わるという、シーンが起こり、強すぎるフェラーリの行為が物議を加盟した。 シャーシエンジン2003年シーズンに向けて開発された F2003 だがカーボン製リアサスペンションの不具合で投入が遅れたため F2002 の改良版となる F2002 バイトが開幕戦オーストラリアグランプリから第4戦サンマリノグランプリまで使用された F2002 からエアロダイナミクス面での変更は F2003 画のウィングの先行投入にとどまったが、マニエッティ・マレリ製の最新型エキューと F2003 画用のエンジンティポレイゴニが搭載された。オーストラリアグランプリ予選では、フロントローを独占するも、決勝ではシューマッハが、キミライコネンとのバトル中にコースオフし、バージボードを損傷した影響で4ニフィニッシュ。2001年アメリカグランプリから続いていた。 連続表彰台記録が19で止まった。バリチェロはハンズによる影響でコースアウトしリタイアした。第2戦2 0 0 3年マレーシアグランプリでは特例でハンズが免除されたバリチェロが2位表彰台を獲得した。一方でシューマッハはオープニングラップでヤルノ・トゥルーリーに接触しペナルティを受けた結果6位に終わった。 第三戦3戦2003年ブラジルグランプリではバリチェロがボールポジションを獲得するも決勝はガスケツでリタイア。シューマッハは雨に足元を救われてコースアウトしリタイアに終わり2001年ハンガリーグランプリから続いていた連続入賞及び連続完走が24で止まった。チームとしてもダブルリタイアは1998年ベルギーグランプリ以来という 近年では最悪と言っていいほどの出だしであった。F2003 がの投入が待たれる中、地元サンマリのグランプリで、シューマッハが、ポールトゥイン、バリーチェロが3位表彰台を獲得し、F2002 バイトとしては、優秀の美を飾ることができた。シャーシエンジンフトは、ポールポジション、シャジは、ファステストラップ。ありがとうございます。